するしない？それでは今回の匠ご覧ください。2曲開始です。皆さん手配を開けてください。キャールさん、なんちゃです。ドラが吸うそう。手配はどうぞ。今回はまんじゅうが多くローアンコですが、ちょっとまたまとめるのが難しそうですね、うん、また作戦立てましょう。どんな作戦でいくかぜひ教えてください。今回ドラないですね。ドラが吸うそう。ドラ浮きあるけどドラがない。全くないですね、うん、となるとかなり、あんまり面前リーチっていう感じがしないですね。んってことはということは、厄介の孤立を残した、ね、作戦も立てたいなっていう感じはします。動いていく未来もあるってことですか。うーん、重なったらね、全然リーチが何せしょぼいんで、これでドラがね、三蔵だとね、ちょっと厄介から切っちゃうかなっていう気もなんですけど、三蔵だと、あったそうだな。で、これは厄介を重ねた本一とか、七八九の三色とか、もう全てを見ると切る牌がないじゃないですか。ええー、どうしましょう。そう、切る牌がないですね。まあ、パスですか。パス。ウーピン。ウーピンかーって。え、候補ぜひ教えてください。候補は、今言ったウーピン、まあ、ウーピンか、まあ、3色諦めてキューピンか、あとは、重ねたいですもんね。うん、そんな感じですね。ウーピンか、まあ、まあ、でも、面倒に切って、トンから切るっていうのもありですね。3パターンですか、じゃあ。ウーピンか、キューピンか。まあでもね、ドラ引いたらウーピンが生きるんで。確かに、ね。この無理やりな3色よりも、ね、本一と面前日を狙って、ドラが吸うそうなんで、しぶしぶ9ピンから行きましょう。見ないですね。でも最初にこう、はい、加点することができて、はい、1万2000点というアドバンテージを手に入れたわけですけど。強行ですね。この、はい、あのポイント状況、ちょっと何かで変わって意識したり変わったりすることあります？基本的には変わんないですね。あの相手のアクションがあったら変わるかもしれない。例えば、あの親リーチがあったら、来たな。お数番。これちょっとマンズの本位置が色濃く見えますね。マンズの本位置と面前リーチを天辺にかけたら、ここは多分、一択になりそうな気がしますね。お、一択に絞られた。一択は急そうですね。はい。はい、柔らかくほぐしていくんですね。はい、で裏めったパーソーは振り点受けとして残すことも考えて、残すんですね。もし来たらパーソー、残すかな。例えばトントンチュンチュンとか打たれてパーソー来たらね、はいはいはい、残すんで。なら残して。うん、はい。まだ動くとこないですよね。C1 だったら動きます。あ、C1 泣いてもいいなって思うんですけど、まあ、とりあえず、まあ、一旦保留にしておきましょうか。はい。はい、お、自敗だ。重ねたい。これお高瀬なんですよね。あ、そっか、それの現物でもありますね。はい、お高本一にするとしたら漫画にしたいんですね。そうすると厄介本一一通みたいな、もしくは本一厄介厄介、そうなるとペイはいらないんですよね。確かにそれならいらない。ただし、まあそうだな、これはちょっと仕上がりにくい配信なんで、まあ親の安牌を持っておきたいっていう気持ちもあるけれども、ここは強く3巡目なんで、まだ強いルート選択しましたね。うん、まあ、3巡目はみんなまだ3シャンテンとか4シャンテンぐらいなんで、そんな経過しなくてもいいです。はい、たこしい、うん、大丈夫です。まあ、なんとかできる自信があるんですね。自信はないです。自信はないけど、そういう、あの、そういう傾向があるっていう統計が出ているので、まあ、それに沿った選択をするとですね、確率の GP、これは面白くないですね。全然。どうするんですか。一応くっついたんですけど。くっついたんですけど、ギャンメンじゃないですよね。はい。形が強いとも思えない。うん、で、パーソーが2枚出て、出たところで、もうチーソー戦力外通告しましょうかね。はい、ここで。まだ本一は見る。面前にしましょう。はい、うん、そう。結局そう、マージャンってオーナーとか監督と一緒なんですよね。おぉ。采配を振る。で、いらない選手を切っていく。心痛くなる。で、どういう作戦でいくかも考える。まあ、監督みたいなもんですよ。うん、はい。チームの監督なんですね。うん、そう。で、ここでっていうね。はい。2枚見えてる。3枚です、ね。そうですね。お、一気通貫。さて、ここで、ちょっと決めたいですね、50名だから。
決めたい。本一一かメンゼリジッツ、うん、でイーソーが3枚入れ、うんうん、でここで戦力外通告するのは三蔵です。あ、ドラキョウの三蔵、本当ですか、うん、彼はまだ未来がありますよ。あるんだけれども、数層を引くよりトン重ねた方がちょっと嬉しいかな。育成しないの、うん、育成したいんだけどね。本当にローピアメンゼリーチいるじゃないですか。この子たちはメンゼリーチに使われるってこと？そう、メンゼリーチに使われる。うん、でもなんかこうなったらちょっと本一の方を作戦として強く見た、はい、ので思い切って三蔵を切ります。三蔵を切ったら次数層を引いてもつもぎるという意思のもと三蔵監督、うん、でこうなったらもう一個作戦がある。何何次のチーニ、はいはいはい、チーニですね。2つチーム動くってことですね、はい、うん、それを考えてからあの切るってことですね。次回は木原監督が一つ方向性を決断しましたね、はい、決断しました。でも次回には全然出ないんですね。本当ですね、うん、今回ね重くなっちゃう。カンちゃんと厚保者一緒に出てますね。持ってないわけないですよね、うん、きっとね、うん、全く周りが、はい、きたにゃー。いや、もう嫌だよ、ね、ごめんなさい。でも、ペン押せたんですか、うん、これはもう、あの、ジャンタマ行っちゃったんですか。やってますよ、ペン砲だって。ジャンタマに魂売ったみたいな噂になるんですけど。そんなことない。これはもう完全に決めますね。お、こいついつです。ウーピンカルっていうか、チーピンカルっていうか。まあ、これだとどっち来ても一緒かな。一人ウーピン現物、ね、うん、そうですね。はい。お、ただ、ウーピン、一人現物だからウーピンつっても全然安全牌じゃないので、うんうん。とりあえず、内側の牌を見せておこうかな。見せておく、うん、だあの例えば、うん、ウーピンとかを並べて切ると、うん、ヤヌピンが薄くなって相手の面前崩れるかもしれないじゃないですか。あ、そういう戦略なんですね。例えば対面の人がウーピン出たら、あのウーピン3枚目かっつって社長がねチーとか言うかもしれないじゃないですか、うん、そういうふうに、まあ、見せて、まあ、これどっち切ってもいいですからね、うんうん、でも一つ理由でありますね、そういうの。おー、なんか来たな。これが安全度で選びたいですね。いや、もちろん切ります、はい、切るんですけど、チーピンとパートナーみたいなので、まあ、こうなったらチーピンの方が危険かなということで、はい、行きましょう。じゃあまだ誰からもリーチだったり仕掛けは入っていません、うん、なんか変なカンちゃんの払い方ですね。本当ですね、うん、なんか579とかですよ。ポンみんな声聞こえないよね。ポンですね、ポン、チュンが出ました。オンして、はい、これね、ちょっと悩ましいんですよね。トン切っちゃったらいいんですよね。え、なんでですか。自敗が結構あんまり出てない場合なんで、危険牌先にとしたらトンの方がいいかなっていうのもあります。はい、トン重ねても、まあ、トン重ねたらキーは切るんだけど、どうかな、うんうん、でもパープンは安全牌じゃないので、トイメンとカミちゃんに、まあ、しぶしぶこれはパートナーにつきますか。じゃあ次の安全牌が来たらトンとトン、はい、切ることもあります、うんうん、はい、じゃあ次に仕掛けました、はい、ローワンポーンをするかどうかっていう、まあ、ちょっとハレンチだけどしないやな、うん、ローポンルートを考えてたんですね一応考えます、はい、ないかななんて思って私、うん、はい、候補に今入れてませんでした、うん、あ、一応選択肢に入れるってこと大事なんですね、うん、やるやらないに関わるね、うん、会議するってことね、うん、だから会議大事、うん、はい、で結構ね、この発はやる気なんですよね。お、やる気の発はこのやる気を感じた、うん、はい、であのピンのパンチャの張り方ちょっとすごい違和感なんだけど、スライドなのかもしれないですね。チーピンが2ピンとの、うんうん、あ、なるほど、うん、ピンズまだメンツがあってということですね。まあどうかわかんないけど、ね、ちょっとわかんないけど、まあ、とりあえず想像はね、一刻も早く処理しますね、はい、一刻も早くそうですね、想像何もね、印象が良くないんだよ、私みたいな。リーチが入った。ああ、なるほど、ハッピーリーチ。初は先に切りたかったんですね。手じゃない牌でしたもんね、うん、はい、うんうん、あれ、カーツセンターブルラメって安全な方から切っていった、うん、危険な方から切っていったみたいな、そんな感じに見えます。リーチが入りましたけど、うん、リーチが入ったけど、まあトンぐらいは切れるね。おー、うん、あとは、そうだな、まあ、とりあえず一発目はトンぐらいいきそうです、うんうんうん、無筋を引いたらね、
動ける範囲が増えたの、うん、ミスじゃないんですけど、まあ、ポンぐらいいきましょうか。ポンポン、はい、はい、おー、トン、トンが入った。お、やる気でしたね。トイミンが、うん、前に出てくる。今、トイチ落とし。いい音が出た。リーチ、ケイフドラドラ、8000点の横移動。うん、あ、トン、ポンじゃないと積もられてもね。ほんとだ。うん、ナイス。結構周りやる気だったってことですね、うん、そうですね、はい、あのトンポンするまではちょっとやる気かどうか分かんなかったんですけど、うんうんうん、まあこれはやる気ですよね。そうですよね、うん、親の大言は、はい、うわ早くてですからね、結構もうイシャン展開、まあそれは間違いないですね、うん、見ていきましょうか、はい、皆さん手を開けてください。よかった木原さんも一緒に、はい、はい、あ、ごめんなさい。あ、合計のイシャン展だ。こういうの見ると麻雀ってやっぱ紙一人だなって思いますよね。トイメンもあと1秒ぐらいでなんか今出てるような漫画じゃないですか。本当ですね、うん、はい、あ、でも2、3は薄かったんだ結構、うん、ですよね、数万ないし、うんうん、もしかして勝ったかもしれないですよ、これ3万と G1 いますもんね。ポジティブ、うん、そうですね、いますね、うん、はい、3万なんて3枚いますもん、うん、C1 も3枚か。そうそうそう。わあ、すごい、うん、一応これは道中で、C1 だったり以外も Q1 とかも泣くんですよね。あ、泣きます、泣きます。ローマもポンだし、はい、3話も G で。はい、あ、じゃあかなりある程度は戦いたいと思ってた。あ、まあでも、ソーズの無筋を引いたら、多分、まあ、まこんな感じになりますね。あ、対応か、まあ、一応どうにか。粘り直しができるのだ、ね、パワー。テンパイプッシュ、想像の無筋プッシュはありだけど、イーシャンって想像の無筋プッシュはないんで、多分無筋無筋って引かれたらこういう風になってくるんですかね。現物抜いて、はい。なるほど。おとなしく。はい。うん、さあ、今回横移動という結果でした。はい。あ、でも曲が進むんで全然いいですね。はい。はい、次回は親ですね。はい。どんな風に打ち方ちょっと変わったりするのかしら、楽しみです。どうでしょうね。はい。皆さん次回もお楽しみに。